はい、どうもこんにちは、ケンユウです。本日はですね、アボカドの果実を早く、できるだけ早く実らせる方法をですね、少し共有したいと思います。前回お話しさせていただいたのは、アボカドの花はどのくらいの期間で咲くのかとか、どのくらいの期間で果実が収穫できるのかということをお話しさせていただいて、大体ですね、平均が 5年から7年っていうふうに、まあ、研究結果がありますよということを紹介させていただきました。で、今回はですね、じゃあ、この5年、7年、非常に長いと見るか、まあ、短いと見るか、まあ、人それぞれなんですけれども、この期間を、もうちょっと短縮させたい、というふうにした時に、どういうふうな栽培をしていけばいいのかっていうことのね、少し紹介、また研究の紹介をしていきたいと思います。はい、それでは早速ちょっと内側に、入っていきたいと思います。少しごめんなさい、ちょっと資料を、僕確認しながらお話し進めていきたいと思います。で、今回もですね、この、The Avocado という本を、参考にさせていただきました。こちら非常に、良質な本なので、ぜひね、アボカド栽培ガチでやりたいよという方は、ぜひ一冊、お手元にあってもいいと思います。はい、では、今回もこの学術誌の中から、研究をですね、引用して、お話ししております。ということで、早速今回もやっていきましょう。で、この、まあ、アボカドっていうのは葉弱期と言われる、その木を大きく成長させて花を咲かせない時期ですね。この葉弱期という期間がものすごく長くて、この葉弱期が解除されるのが大体、5年から7年くらい平均でかかるようで、長いものでは10年くらいかかるよっていうふうに言われております。で、この葉弱期をですね、いかに短く、して、栽培の過程でいかに短くするのかっていうのがですね、まあ、研究者とかね、まあ、アボカド栽培者の、まあ、ある種目指すところであると思います。で、まあ、いくつかの方法がやっぱ適用されてきたんですね。で、まあ、よく言われるのがですね、例えば一つが水平誘引。あれはですね、この本書ではですね、残念ながらあまり効果がないっていうふうに記載がなされておりました。水平誘引で、日本のね、書籍とかではですね、やっぱ水平誘引と根域制限で、花芽を早く誘導させて果実を作るっていうことをね、まあ、書かれている書籍が非常に多いんですけれども、こちらの、まあ、学術書研究所によれば、水平誘引はあまり意味がないということですね。で、まあ、カリフォルニアとイスラエルではですね、それほど期待できるほど、まあ、効果が目に見えてなかったというふうに記載がありました。で、まあ、僕自身の栽培の経験から言うとですね、やっぱ水平誘引、こうあまり、なんだろうな、あまり高い効果は得られにくいんじゃないかっていうふうに僕もこう栽培していて思います。で、またいつか YouTube の方で出したいんですけれども、僕たちの圃場ですね、またいくつか、未生の苗がですね、かなり花芽分化をしていて、でそろそろ花が咲きそうなんですよね。接ぎ木の苗以外にもこの未生で、花が咲きそうなのが、かなりあるので、また後日紹介したいと思います。でかなりびっくりすると思います。まあ、4、5年の木なんですけれども、かなりねポツポツポツと花芽がついていて面白いですね。ただですね、こうメキシコでは、まあ、水平誘引は効果がないんですけれども、まずメキシコではですね、苗を単一の茎としてまず1本、ズドンと育てて、でその後2メートルのタイミングで枝を分岐し、させて、こうなんだろうな、木を静止することによって花芽の誘導が早くなったよという研究結果は、あります。でまたさらにメキシコとイスラエル、の栽培ではですね、この、植栽距離、植栽距離っていうのかな、こう株と株、木と木の間のこう間隔が広ければ広いほど葉弱期が短くなる傾向にあるというふうに、書かれておりました。うん、でもつまりね、こう光がですね、葉っぱに遮らずに、まんべんなく当たるっていうことでしょうね。この光がきちんと当たることによって葉弱期の解除が、なされやすいということがね、書かれておりました。で、成長抑制剤どうなのかっていう話があるんですけれども、この成長抑制剤に関してはかなり、使用をですね、ちょっと考えるべき、ことだというふうに記載がありました。で、成長抑制剤っていうのは、木が大きくなる方向に、まあ、エネルギーを使えなくするということですね。で、その結果、この余ったエネルギーを花芽の方向に、使わせてあげると。なので、開花と結実を促すようにですね、木が、成長していくっていうことですね。これが成長抑制剤なんですけれども、これ、確かにですね、実りは良くなるというふうに書かれておりました。成長抑制剤を使用すると、結果と開花が、良くなる。しかしながら、結果的にですね、こう長期的に見ると、木の形がいびつになって、しまうと。木の形が、まあ、望んでもいない木の歪みをもたらすっていうことがね、言われております。で、
この歪んだ形が、どうなるか、今後どうなるかっていうのが今ですね、まだ出ていない状況なんですね。はい、成長抑制剤を打つと実りは良くなるんだけれども、木の樹形というものがものすごく悪くなると、でこの、悪くなった樹形によって、こうなんだろうな、葉っぱの出方とか、日光の当たり方とか、こう剪定のしにくさとか、いろんな影響が出てくると思うので、もしかしたらやらない方がいいよっていうことですね。他にですね、一番効果的な方法が、あるんですけれども、これがですね、環状剥皮ですね。この環状剥皮が葉弱期を短縮する方法として、最も効果のある手法、栽培の方法であるというふうに結論付けております。で、こちらの表はですね、この書籍から引用しているものなんですけれども、これは1986年の、研究論文からの引用ですね。で、ラハブさんかな、ラハブさんが書かれた研究論文の引用なんですけれども、環状剥皮をですね、秋入る前ですね、これは9月12日に環状剥皮をやっているんですけれども、このタイミングでやると、無処理に比べてかなり、なんだろうな、こう開花の、開花のなんだろうな、こう開花の率が良かった、というふうに言われております。で、無処理、処理区に比べて、無処理区に比べて処理区は、開花のパーセントがですね、2倍になったり、花の密度が増えたりですね、あとフルーツ、それによって果実の、収量も増えたりですね。で、1本あたりに対する、果実の、平均獲得個数もですね、上がったり、というふうにかなり、効果的な、結果になっております。で、環状剥皮って何かっていうとですね、環状剥皮っていうのは、木の枝のですね、こう外皮を一層ですね、こう取り除くっていう、処理のことで、それをすることによってこう養分がですね、きちんと葉っぱで作られた養分が、これをすることによって、果実の方向にきちんと流れるとか、花芽誘導にきちんと流れるっていうような効果があります。で、生成されたですね、有機物っていうのはですね、すべてこの枝先とかですね、果実の方向に流れるかっていうとそうでもなくて、幹の方向にこう返ってくるものがあるんですね。なので、こう樹皮を一層剥ぐことによって、そこでストップをかけると、幹の方向に流れずに枝先の方向に全て栄養を使うようにする。で、水分はですね、木の内側を通って、枝先に流れることはできるので、大丈夫です。ただ養分だけがこう、なんだろうな、幹側というか茎側に流れないようにする、っていうのが環状剥皮なんですけれども、これをすることによってその実生のですね、開花率とか結実率がかなり上がったよという結果になっております。はい、非常に面白い研究結果、なんじゃないでしょうか。ということで今回はですね、こう葉弱期をいかに短縮するか、ということについてお話をさせていただきました。アボカド栽培されている方ですね、参考になれば幸いです。ということで、この動画いいなとかためになったなとか思った方はぜひいいねボタン押していただけると、僕のモチベーションがものすごく上がるという仕組みになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、そのアボカドの詳しい整理整体とかはですね、僕のオンラインサロンの方に書いておりますので、ぜひそちらの方もチェックいただけると嬉しいです。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。